ザ・レジェンドは男性オペラ歌手5人による日本初のオペラユニット。メンバーは、柿、佐古修、志村家庭吉田智明、内田智和、菅原博士の5人。男性オペラ歌手ならではのダイナミックな歌声と繊細なアンサンブルで、クラシックオペラのみならず様々なジャンルの楽曲をレパトリーにしており、常にコーラスの新たな表現を追求し、 日本全国の多くのファンを魅了し続けている。2006年、オペラやコンサートで活躍する国立音楽大学出身の5人の男性オペラ歌手が一堂に会し、人よ限りの伝説のコンサートをやろう、とオペラユニットを結成。その人よ限りのはずのコンサートがクラシックコンサートの常識を覆す画期的なステージだったと口コミで広まり、2007年から 日本初の男性5人組オペラユニット、レジェンドとして活動を開始する。メンバーはそれぞれオペラの本場イタリアへの留学経験を持ち、国内外のコンクール受賞歴のほか、数々のオペラやコンサートに出演する実力派揃い。男性オペラ歌手のダイナミックなご重所と、娯楽性の高いステージパフォーマンスで、クラシックファンのみならず、新時代のクラシックエンターテインメントとして、 人気を集めている。現在、専属ピアニストとして、西尾修介が、コンサートや、ディナーショーに帯同。2006年国立音楽大学の同窓生が、一堂に開始、オペラユニットレジェンド結成5月11日に、ファーストコンサートを開催2007年全国で活動を開始する。2009年優先クルーズ、アスカにエンターテイメントゲスト。 2010年学習院時和会主催のチャリティーコンサートに出演。日立の宮花子、高窓の宮津久子女王、のり女王が臨席する。年間200本以上のコンサートをこなし、観客動員数が20万人を超える。2011年国家聖賞、2011アジアオープンプロフェッショナルダンス選手権、大会員日本武道館東日本、復興支援キャラバンを、岩手、 宮城、福島の3県の避難所で行う。永遠の霊にて、メジャーデビュー。プレイフォートモローから、明日という日がコンサート開催。以後毎年全国で、コンサートツアー、ディナーショーを行う。商船三井客船、日本ガン、エンターテイメントゲスト。2012年日本橋三越ニューイヤーライブ国家、清唱2012アジアオープンプロフェッショナルダンス。 選手権大会員日本武道館、コンサートツアー、チェッサラ希望の歌を全国で、開催横浜ジャズプロムナード出演。2013年コンサートツアー、ソングフォーユー、あなたに贈る歌を全国で開催。JFN 系列全国36曲発の試み、ラジオミュージカル、クラブレジェンドエピソード例を放送。2014年コンサートツアー、メッセージを全国で開催港未来大ホール。 東京芸術劇場内、ホールタ帝国ホテル、東京クリスマスディナーショーをはじめ、全国でディナーショーを開催2015年、間田三つ氏の作品に初めて曲をつけた、一人でもいいをソニーミュージックダイレクトより発売、コンサートツアー、ひまわりの旅を全国で開催オペラシティコンサートホール、公演、サントリーホール公演全国でクリスマスディナーショーを、 展開2016年版ンフォーレ甲府ホーム開幕戦にてゲスト演奏結成10周年記念コンサートツアー大切なあなたへ帝国ホテルバレンタインディナーショー結成10周年記念アルバムディエテリリースオペラシティコンサートホール公演サントリーホール公演全国でクリスマスディナーショーを展開 ANA クラウンプラザホテル長崎グラバーヒルリーガロイヤル広島帝国ホテル名古屋国際ホテルウェスティン大阪2017年2月ア・リ・がとウ・の歌リリース4月より全国ツアー79月レジェンド主演のオペラ岩見銀山上演10月東京の合唱ふるさとの合唱にタイトル同時リリース帝国ホテルをはじめ全国でクリスマスディナーショーを 展開2018年1月、レインボータウン f m ラジオ番組、レジェンドのオペラペラペラ放送開始4月、ラスペランザ希望へ、コンサートツアー20186月グループ名を、レジェンドから、ザ・レジェンドへ、改名6月日本で、初めて開催される国際イズ・オンタクラブの、国際大会にて、日本国国家、スウェーデン国国家、アメリカ合衆国国家演奏9月新作オペラ、 フィガロの再婚を、制作上演10月石垣島クラシックフェスティバル、ガキフェスに、参加12月帝国ホテルをはじめ全国で、クリスマスディナーショーを、展開2019年2月ハイブリッドオペラ、フィガロの再婚東京にて再演4月戦国オペラ、本能寺が燃える、ザ・レジェンド版を制作、全国ツアーで上演東京ミッドタウン日比谷、日比谷フェスティバルに、 参加8月有田クラシックフェスティバル、有田クラスパに、参加10月オペラ、岩見銀山東京文化会館大ホールにて再演、フィガロの再婚ツアーを開催2020年1月5日、ニューイヤーコンサートを開催。新メンバーを募集することを発表。4月4日、ヤマハホールでオーディションを開催。YouTube で生配信が行われ、吉武大地、磯谷大輝、 ミキユーマ、勝又ツ介の4人が選ばれた。6月23日オンラインソロライブ、デッド、エスミートアップ再開、オンラインアフタートーク開催。チャリティーイベント、2008から2013年8月6日、広島原爆記念日の灯籠流しオープニングで、喧騒を行う2009から2013年8月9日、長崎原爆記念式典のサテライト会場での、 検討を行う二千十一年東日本大震災復興支援キャラバン下関中部少年学院乳児院建設移転のためのチャリティーコンサート多々数国際ソロプチミスト北リジョン大会名寄北見旭川広崎青森八戸戸和田秋田大局盛岡9時山形米沢高畑坂田福島合図小松 千葉、長野、松本、藤枝、袋井、安城、府中、熊本、鹿児島、レフ、ゾンタクラブ、国際ゾンタ26地区大会、東京に、札幌、岐阜、秋コスモス、商工会議所、大田、日田、大分、ライオンズ、川崎桜ライオンズ、雑誌、その他、YouTube、ありがとうございます。